皆さんこんにちは、鈴木千奈美です。今日は私の旅のバッグと旅の必須アイテム3つご紹介したいと思います。まず旅バッグはこちらです。布でとっても軽くて、あとこの色がどんなコーディネートの服にも合わせやすいのでお気に入りのポイントです。では早速グッズを見ていきたいと思います。まずはじゃーん、スリッパ。これはタオル地でとっても履き心地がいいところが気に入っています。もうだいぶ履いてるのでちょっと使用感が出ていますがお気に入りです。じゃあそして次なんですが、じゃーん、パジャマ。というかまあ部屋着にもしているんですが、旅先でリラックスして過ごすためにいつも持っていくようにしています。パジャマと、で最後がはい、こちらのマッサージオイルです。旅だからこそその時間をすごくこう上質なものにするためにマッサージオイルも欠かさず持っていってます。これ匂いもとってもよくてお気に入りです。よく旅に行くので部屋でくつろいで過ごせるようなアイテムを旅のお気に入りとして持っていっています。昔の街並みをさらに手を加えて若者が楽しめるような場所が増えてて、なんかあ、いいなぁと。大阪って今まで私たちがこう切り取り方を知らなかっただけで、ちゃんとなんか大人の旅ができるこういう場所あるんだっていうのがめちゃめちゃ発見でした。